考えるだろうから、きっと合流できるわ。
私たちの里を占拠したお前たちを私は許さない。この場所の敵をなんとか撃退できたかしら。でも里の中にまだまだ敵の気配があるんだ。なんで人数もこんなに大きい忍びの組織だね。でも戦わないと、ここで諦めて何もわからないのが全てが終わってしまう。頑張ろう。きっと他のみんなと合流できるはずだ。通路を出た敵の私たちも結構派手に動いてきたから警戒されているみたい。でもだからといってここで諦めるわけにはいかない。手前の方を私が何とかするから、ユウハは反対側の警戒をお願い。分かった。油断しないでよ、お姉ちゃん。
くよ。先輩、敵は山寺の隠し通路に。
そうだよ。二人で作業してるからちょっとは時間がかかってるけど、でもあいつらに荒らされる前の綺麗な里の姿にきっと戻すから。ユウハと二人でしっかり頑張ってるよ。それと今日はもう一つ報告。里の立て直しが終わったら私たち一度この山を乗りようと思ってるの。ここでみんなから学んだことを外の世界で試してみたいんだ。ここでみんなと過ごした経験を無駄にしないためにも。だから天国で見守っててね、みんな。そろそろ行こう。これからの新しい旅立ちのために。